騒がし騒がバカ言うもの勝負は学校の儀式儀式で決めるのが筋だ。学校の儀式って魔人を戦わせて負けた方の魂を奪うってやつ。そうだ、互いの人方に魔人を距離させ戦わせる。学校の儀式を始めましょう。前回は我ら二つ魂を奪ったからな。十二個魂を集めた方が相手を封印できる。分かっておるだろう。分かっています。